どうも皆さんこんにちは。ブレイブリーデフォルト2続きプレイしていきましょう。前回カストル王子と戦闘して水のクリスタルは入手しましたが、ちょっとね後味が悪い結果になってしまいましたね。で、目的が街の様子を見に行くということで、街の入り口でしょうかね、行きましょう。水が減り始めたようだな。いやー、よかったよかった。水のクリスタルの影響は収まったようだな。ええ、一時的にクリスタルの力を抑えました。性病に戻すまでは持つでしょう。あら、ニハルじゃない。もう大丈夫なのか。うん、魔物たちが一緒だから。ニハル、この間はちゃんとお礼言えなかったから、この子の怪我を治してくれてありがとう。それと今度ニハルのお家に遊びに行ってもいい？いいわ。ありがとうニハル。じゃあまたね。バーナードがいないのは寂しいけれど、一人じゃないって教えてくれたから。もう出発するの？ああ、次のクリスタルを取り戻さないといけないからな。そのクリスタルのことなんだけど、極芸団にいた時に隣の国のウィズワルドで見たような気がする。ウィズワルドだと？知っている国なのか？ウィズワルドはエルヴィスの故郷よ。ウィズワルドのどこで見たのかね。町の中心に立っている塔の上。でも間近で見たわけじゃないから。でもあの時に見た光にすごく似ていた。次の目的地が決まったな。ウィズワルドか。なるほど、まあ、まずはニハル良かったですね。で、ウィズワルドでしたっけにクリスタルがあると。しかもエルビスの故郷ですね。パーティーチャット。一歩前進。次はなるほど、魔法の国っていうことですね。そしたらウィズワルドを目指すと。まずはフィールド出ましょうか。一旦セーブします。では行きましょう。どこにあるんでしょうね。隣の国って言ってたんで、そんな近く、そんな遠くはないのかな。マーカーは右上を指してます。右上というよりは上かな。どんどん進めていって、ん？こっちか。おお、お前、指輪見つけてくれた人間。もしかしてフォッソか。指輪を探していた。あの時はありがとう。フォッソはすごく助かった。こいつはまた奇遇だな。今度はこんなところで何をしているの？ああ、フォッソ、この先に行きたい。でも木が倒れていて先に進めない。本当だ、
しかし困ったな。俺たちもこの先のウィズワールドへ行きたいんだが。ポッソ、空腹。とても空腹。だから力が出ない。だが腹減りさえ治れば気どかせる。よし、わかった。何か荷物の中に食い物が。シュニッツェルだ。え？なんだって？ポッソはシュニッツェルが食べたい。なんだと？昔ポッソを助けてくれた人間が作ってくれた料理だ。サバロンでも同じものが食べられると聞いた。ポッソは食べに行こうとした。でも魔物には売ってもらえなかった。ポッソは食べそびれた。おかげで力が出ない。ああ、香ばしいバターで揚げられたあのサクッとした衣の食感。中の肉は柔らかくジューシー。癖がなく噛めば噛むほど味わい深い。妙に具体的で食通のような言い方ですね。こいつ本当に魔物なのか。けどとにかく美味しそうなことは伝わってくるわね。一旦町へ戻ってシュニッツェルとやらを探してみるか。あと苔もものジャムも添えてくれ。仕方ない。わかった。喋る魔物フォスト2。フォストだったんですね。倒れた木の先に行きたいと。で、好物のシュニッツェルを食べれば力が出て気をどかせると。なので一旦サバロンに戻る必要がありそうですね。なかなか注文があれですね、わがままですね。戻ります。では戻ってまいりました。情報を集める。マーカーはすぐ近くですね。こちらの方ですかね。シュニッツェル？この辺りじゃ珍しくもない料理だよ。いわゆる子牛のカツレツだ。別の肉を使うこともあるけどな。宿屋の主人にでも頼めば作ってくれるんじゃないか。 OK、 では宿へ。それほど手間かかることなく終わりそうな気はしますが、どうでしょうね。宿屋。シュニッツェル？まあ作れないこともないが。おお、よかった。一つ頼めないか。苔もものジャムを添えて。少し待ってな。できたよ。これでいいのかい？ありがとう。オンに切るよ。早速こいつをフォッソのところへ持っていこう。シュニッツェルを手に入れた。ただで作ってくれたんでしょうかね。ではフォッソのところへ戻ります。持ってきましたよ。おいフォッソ、まさか死んじゃいないだろうな。おー、フォッソ、腹減る。もうダメだ。シュニッツェルを持ってきてやったぞ。この匂いは。おおお、まさしくシュニッツェルだ。食っていいのか。ああ、もちろんだ。ならば食おう。すごい勢いで食べるな。おっそ、完食。うまかったぞ。力は戻ったのか。ああ、バッチリだ。ありがとう。おっそ、これで仕事ができる。道を塞いでいる木をどうにかできるということでしたが。そうだ。まあ見ていろ。
どうだ、道ができた。すごいじゃないか。これで先に進めるな。おっそ、褒められると照れる。戦いは苦手と言っていたが、すごい力じゃないか。力だけじゃない、コツがある。コツをつかめばお前にもできるはず。お、木を切り倒せるようになった。あ、草だけではなくて、あ、これはなんかチュートリアルかな。 Y で木を切り倒し道を切り開こう。本当だ。こんな感じか。そうだ、お前できた。すごい。こいつはいいことを教えてもらった。これでまた道が塞がっていても安心だな。おっそ、もう行く。指輪の持ち主を探しに行くんだな。そう、おっそは寒いところを目指す。助けてくれた人間と話したとき、雪の話出てきた。寒い場所行けば何かわかるかも。シュニッツェル、うまかった。どうもありがとう。またどこかで会おう。クエストクリア、しゃべる魔物放送2。よし、これで木が切り倒せるようになったということで、草、今まではね草だけでしたけども、木も切り倒せると。パーティーチャット、ホストとの再会。うん、確かに美味しそうでしたよね。ああ、びっくりした、魔物か。その人もフォースすごいですね、力ありますね。で、あれだ、木を切り倒すで思い出したんですけど、一箇所あったんですよ、昔木があって取れなかった宝箱。そこ行きますね。そう、その場所はハルシオニアの近くにある花咲く高原ですね。ここで宝箱1個だけ取れなかったんですよね。で、その時に木があったのを覚えていますので、回収していきますね。どこだったかな、そんなに遠くなかったと思うんですが、この辺だったような、違うか。あ、これだ、これこれこれ。あー、切れました。そしてこれ、魔物宝箱からアイテムをゲット。ではフォッソがいた場所に戻ります。では渡りましょうか。あ、 BGM 変わった。ハルシオニアとサバロンでもね、フィールドの BGM 変わりましたけど、このウィズワールドのところも BGM 変わるんですね。宝箱。おお、魔物。あ、そういえばね、ジョブを今一旦全員カストルが持っていた、ベルセルクにしてます。あの、クレセントムーンが強いんですよ。なんだ？兵器だ。デスなんとかって書いてあったんで、一撃必殺 の技な気がしますね。で、この凶暴技、ベルセルクのアビリティ、 BP1 使うんで2回しかできないんです。フルブレイブからでも2回しかできないんですけども、やっぱ強いんですよね。めっちゃ強いですよ。MP 消費なしでいけるんで非常に便利です。通常センターもこれでいけますね、全然。歩みを止める気はありません。一歩前進です。実に興味深いな。レベル4は18ですね。
そしたら、あ、細かい探索は後にして、まずはウィズワールド目指しましょうか。あ、これも木ですね。ただここに宝箱があったのが見えました。うん、バッチリ切れますね。あー、敵を襲ってくるってことはあれだ、適正レベルよりこっちが低いってことですね。さあここも今のうちです。できた。バトルスピードはもうボス戦じゃないんで上げていきましょうかね。バトルスピード上げて、リピートからクレセントムーン2回。これもクレセントムーン2回、2回。楽ですね戦闘が。まあカストルのクレセントムーンにはね相当苦戦しましたからね。もう通常戦闘はもうこれだけでいいですね。しかもクレセントムーンはジョブレベル1で覚えるんで、他のジョブにしている場合でもね、サブジョブにベルセルク設置すればクレセントムーンいつでも使えますからね。ということで、ん？あ、イベント、ここまで来ればもう一息だ。じきウィズワールドが見えてくるはずなのだが。ずいぶんと歯切れが悪いな。何かあったのか？ああ、周囲の様子が一変しておる。そうね、この辺りにこんなに木は生えてなかったものね。でしたら土のクリスタルの影響と見て間違いないでしょう。アデルもウィズワールドに来たことがあるんだな。ええ、その時にエルヴィスと会ったのよ。で、一緒に旅することになったわけ。旅に出たいとは思っていたものの、経験も知識もまるでなかったからな。ちょうど町を訪れていたアデルに護衛を頼んだというわけだ。それがね、旅立ちは順調だったんだけど、その後は苦労ばっかりだったのよ。お察しします。お、一方その頃。陛下。モーラか、報告しろ。カストル王子死亡、弟ポール王子王位継承、バーナード評議員死亡、アンドロ記録官食事数、サバロン情勢混乱、唯一懸念。なんだ。水のクリスタル、グローリア一行入手、謝罪。余計な報告だ。水のクリスタルなど知ったことではない。再度謝罪。そちらはどうだエドナ。滞りなく進んでおります。陛下のご采配の賜物でございましょう。世辞は良いならば、万事抜かりなく進めよ。我が待望の成就まであとわずか。任せたぞエドナ。ありがたきお言葉ですわメギツネ。軍王陛下の寵愛、私のみ。お、第2章。第一は愚の如し。いよいよ2章ですね。さあ今のもいろいろ気になるところがありましたけれども、次は土のクリスタルみたいですね。お、状態異常に注意しよう。そう、状態異常をね
今までも結構睡眠とかで困ってはきましたけれども、気をつけましょうということですね。 OK です。あのアクセサリーをね装備しておくとね結構防げるんですけども、特にボス戦は注意ですね。はい、ということで第2章に移りましたんで、一旦セーブしてここで終わりにしますね。次回第2章スタートということで、また引き続き進めていきたいと思います。目的は引き続き魔法の国ウィズワールドを目指すということですね。はい、ではご覧いただきましてありがとうございました。